カイドウもお久しぶりです。 KG 西村です。新生ゼータと DFM 楽しみにしてたのに、人数やばくないですか。コベランとかオチパ終わってるんですよね。みんなでいいじゃんとか言ってくら褒めると思うんですけど、そういうことじゃないんですよ。いつからこんなキッズが増えたんでしょう。プロに対してリスペクトなさすぎるんじゃないでしょうか。後半からモデレーターさんの勢いが良くなったので、ちょっとキッズ減ったように感じたんですけど、それでも対応しきれなかったみたいですね。ソファに寝そべって爆睡落ちた。人種差別コメント、数字を持ってる人に何も言えない界隈、チケット問題もあったみたいで、素直にプロ応援できるシーンになってほしいものです。今回のコメ欄はひどすぎたせいか、もうリプレイ見れなくなっているみたいなんですよ。そこで厳選してコメント抜いたので見ていきましょう。イースポ界隈に超イケメンがいると友達から聞いてみてるが、ここにはいないね。気持ち悪いですね。どんどん行きましょう。こっからはみんな差別やめて応援だけしような。このコメントでわかるように、めちゃくちゃ差別のコメント溢れてました。気持ち悪いですね。女参加を隠すくせにバッチリ化粧した目元出すのを受ける。これは童貞か同性の妬みか、どっちの可能性もありますね。メイ女食い放題いいな。アカンアートが片岡鶴太郎にしか見えん。さっきのコメントもそうですけど、とにかく容姿のコメントばっかりすごいんですよ。こんなのほんの一部なんですよね。しかも載せれないほどもっと広いです。俺が好きなのはゼータじゃなくてラズだったんだな。これを書き込むあたり気持ち悪いですね。ラズさんを好きな自分が好きなんじゃないでしょうか。語り口調に寒気がしますね。最近冷え込んでますので、暖かくして風には気をつけましょう。観客を追って湧くのやめてほしい。オフラインの大会で何言ってるんですかね。テニスみたいな観戦できんの現地無理でくさ。ゼータこんなもんか。これ系のコメントはめちゃくちゃ多いです。まだ可愛い方ですが一応抜きました。ゼータのラズみたいに DFM の顔だからね。ねえおほう、これは書き込んでる時どんな顔しながら書き込んでるか気になりますね。無表情でったんって感じでしょうか。ゼータ何したいん、クソザコやん。クソザコとは厳しいですね。笑いをつけているのも気持ち悪いですね。なんでこんなにリプレイが女のキルシュみたいなの、ちょっと何言ってるか分かりません。普通に IGL ギャップやな。 FL 賞叩き入れて他はちゃんとメンバー選定すればよかったのに。始まったばかりなのに何様なんでしょう。普通にレッドブルの大会で本気の作戦で来るわけなくない。ゼータはその辺しっかりしてるんだよ。相手も同じですよ。このコメントはキッズ感全開で勢いがいいですね。アートって性格ゴミなんでしょう。あなたの性格がゴミなんじゃないですか。両方へしようぜ。いい人ですね。メーカーを嫌いだけどゼータに入ってほしい。人として終わっていますね。なんでこのコメ欄叩く人こんないんの。海外の VCT 配信見に行くと、そっちにもやべえやつはいるけど、今回は異常だな。すごかったですね。さすがにチャットリプレイ見れなくなってましたからね。私もまとめてる時に見れなくなったので、少ししか集めれませんでしたけど、いかにバロラントの民度が終わってるか分かったんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ面白いゲームなので、本当に残念なんですよね。昔からこうだよとか言ってくるは思えると思うんですけど、そういうことじゃないんですよ。改めて、もっとリスペクト持った方がいいんじゃないでしょうか。まあ、こんな民度じゃウォッチパの人も寝てる方がマシかもしれませんもんで、仕方ないんですよね。今回のイベントをまとめると、お風呂も入らない、髪もセットしない、口も臭い人はまず自分を見つめ直した方がいいんじゃないでしょうか。ではまたコメントが荒れたらお会いしましょう。